ロベルト・ディ・マッテオは、スイス・シャフハウゼン出身の、元プロサッカー選手。サッカー指導者、元イタリア代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。スイスのシャフハウゼンにて、イタリア人の両親の間に生まれる。1988年に地元クラブの FC ・シャフハウゼンでプロ初出場。1993年には、FC ・アーラウで。 リーグ制覇を成し遂げ、最優秀選手に選ばれた。翌シーズンからセリエ、A、の SS ラツヨに移籍。3シーズンに渡りレギュラーとしてプレーした。1996年夏にプレミアリーグのチェルシー FC に移籍。移籍金490万ユーロは、当時のクラブ最高額であった。1年目から9ゴールを挙げチームに馴染むと、中盤の底から繰り出す。 効果的なロングパスを武器にチームの主力として活躍。1997年と2000年の FA カップ決勝戦では決勝ゴールを挙げて優勝に貢献。1998年には UEFA カップウィナーズカップ、フットボールリーグカップ、UEFA スーパーカップ制覇に貢献した。そして2002年に怪我のため31歳で現役引退した。 サッカーイタリア代表としては、1996年の欧州選手権と1998年のフランス W 杯を含む34試合に出場した。ロンドンで複数のレストランを経営する傍ら、2008年からフットボールリーグ1のミルトンキーンズドンズ FC で指導者としてのキャリアをスタート。二千九年より指揮を取ったウエストブロムウィッチアルビオン FC では、 攻撃的なサッカーを展開し、プレミアリーグ昇格に導いた。2011年に、フルスチェルシー FC のアシスタントコーチに就任。2012年3月4日、シーズン途中のアンドレ・ビラス・ボアス監督解任に伴い、暫定的に監督に昇格した。リーグ戦では順位を上げられず6位に終わったが、国内外でのカップ戦では、勝ち進むことに成功。 5月5日に行われた FA カップ決勝で、リバプール FC を破り優勝を飾ると、同月19日の UEFA チャンピオンズリーグ決勝でも PK 戦の末に、バイエル・ミュンヘンに勝利。チェルシーが、同大会で、初優勝を収めシーズンを終えた後、正式に監督として2年契約を結んだ。だが5ヶ月後の11月21日、 成績不振により解任された。スタンフォードブリッジでは、ディマッテオの現役時代の背番号、16日並み、試合開始16分に、彼の功績を称える拍手が行われていた。2014年10月、シャルケレイヨンの監督に就任。チャンピオンズリーグでは、決勝トーナメントに進出し、ベスト16でレアルマドリードと対戦。全大会王者を、 あと一歩まで追い詰めるも合計スコア4から5で敗退。2015年5月26日に辞任した。2016年6月2日、アストンビラ FC の監督に就任。ありがとうございます。